湯浅駅は、和歌山県有田郡湯浅町大和座湯浅にある、西日本旅客鉄道規制本線の駅である。湯浅町だけでなく広川町の中心にも近く、特急、黒潮の一部が停車する。朝晩には、和歌山方面からの折り返し列車も設定されている。有田鉄道にもかつて、湯浅駅があったが、当駅とは、位置が違う。この町に、 湯浅という駅が最初にできたのは1915年5月のことで、有田鉄道が湯浅の港にある海岸駅からこの湯浅を経て、下津の駅に至る路線を開通させたのに伴って、有田鉄道の湯浅駅が開業したのであるが、この湯浅駅は現在の当駅とは異なる。1927年8月には、 国鉄規制再線が藤並駅からキーユアサ駅まで延伸となり国鉄も当地への乗り入れを果たすがこのキーユアサ駅が現在のユアサ駅になっている。キーユアサ駅は開業当初は規制再線の終着駅であったが開業1年後の1928年10月に規制再線はキーユアサ駅からキーユラ駅まで延伸となり終着駅ではなくなった。戦争が始まると 規制再線と有田鉄道が並行する状態は資源の有効活用から望ましくないとされ、1944年12月には有田鉄道の藤並駅から湯浅駅を経て海岸駅までが不要不急線として休止になり、1959年4月には結局復活を見ず廃止となったため結局、湯浅の町には規制再線のキー湯浅駅のみが残った4月より、 富士並駅から東駅まで、帰省本線に乗り入れをするようになる。金湯朝駅は、その後1959年7月には、今の帰省本線が全通し、亀山駅と和歌山駅の間が、帰省本線となったのを受け、国鉄帰省本線の駅となり、湯浅駅への解消、さらに国鉄の分割民営化を経て、現在に至っている。 有田鉄道は1992年12月1日に当駅への乗り入れをやめ、2002年12月31日、限りで全線廃止となっている。2019年まで使われた旧駅舎一番ホームからシングルホームを望む、単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、軽二面三線のホームを有する地上駅になっている。島式ホームの2.3番乗り場へは、 古戦郷で連絡している。2020年開業の新駅舎は、鉄筋コンクリート構造地上3階建てで、1階に、改札口と観光交流センター、2階に、湯浅町立図書館、3階には、演奏会などができる地域交流センターが入る。3階と屋上は、約800人が避難できる、津波避難施設の役割も持つ。施設名称は、 約800名からの工房の中から、和歌山県立大級高等学校2年生の生徒による湯浅駅像が採用された。それまで使われていた古くからの木造駅舎は全面がリニューアルされていた。無人駅、小房駅の管理下にある、緑の券売機プラスがある。近年の1日平均乗車人員は以下の通り、広川の河口に開けた湯浅、広川の かなり大きな集落の入り口にあたり、湯浅町、広川町の玄関口となっている。駅を出ると、湯浅の市街地が広がっており、湯浅の港や役場などが近くに存在している。駅前から中期バス及び、ごぼ内海バスが、路線バスを運行している。西日本旅客鉄道、W 機の国線快速キー由来駅、湯浅駅藤並駅普通広川ビーチ駅。 湯浅駅藤波駅、ありがとうございます。